勝ちてマジで1800来て、翼くんよろしくお願いします。1812、相手にとって不足はなし。お前を倒して俺は1800に登る。サザンドラ、ギルガルド、クワガノン、ハッサム、ハッサムじゃない、ルカリオ、鉄火具、アシレーヌ、カプコケコ決定で、でハピナスも入れたいな。クワガノンとアシレーヌに役割を持てるハピナスは行きましょう。で残り1匹をどうするかだな。サザンドラ、クワガノン、アシレーヌ、ハピナスでいける、鉄火具やカプコケコでいける、ルカリオ、ギルガルド、右上の2匹に対してどうやって対応、絶対出てくるから、どっちかは 100% 出てくる。マッシブーン、ボーマンダ、ハッサム、ハッサムは違う、マッシブーンかボーマンダ、どうするかだな。ここで自信が肝を握るんだよ。鋼タイプと、ギルガルドの、ゴーストタイプに抜群が取れる自信を2人持ってんの。マッシュブーン、ボーマンダ両方持ってる。で火力の高いボーマンダを選出したいんだけど、マッシュブーンが俺のやっぱ相棒なわけよ。でね、ギルガルド、またちょっと待って、今は選出に時間を割こう。ギルガルドの説明は後でしよう。ここボーマンダだな。マッシュブーンごめんな。お前今回ベンチで声援送ってくれるか。腐らずにお前マッシュブーンいけるか。うんこちゃん、いけ。よし、よかった。お前はベンチで俺を応援してくれ。お前がいなくても今ドラえもんが未来に帰ったのび太の気分だよ。今まで散々マッシュブーンに助けられてきたけど、マッシュブーンがいなくてもなんとか頑張れるよ。じゃなきゃ2000なんか目指せねえ。マッシュブーン応援してくれ。ベンチから応援をしてくれ。翼くんよろしくお願いします。さあ相手の初手を考えていきましょうか。ルカリオあるね。ルカリオ来たら速攻ボーマンダ引きで地震で上から叩いていこう。ギルガルド、あもうめんどくさいな。カプコ、え鉄火が怖い。ああギルガルドか。ただうちのカプコゲコはギルガルドに打ち負けない。エレキメーカーっつってよ、電気の威力 1.5 倍になって眠だらけになるっていう特性があるんだよ。でクワガノンが出てきたらバックも考えられるよね、ここね。ってなると皆さんご覧ください、挑発ワイルドボールとトンボ返りマジカルシャイン。うちのカプコゲコ攻撃と素早さにぶっ放してる超攻撃的、超攻撃的カプコゲコトンボ返りで、よし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 、読めてる読めてる。それはダメだよ相手さん。ここは誰に引くかだな。結構入るなやっぱ。でね、ボルトチェンジじゃなくてトンボ返りを選択してる理由は、相手のねガブリアスとかの地面タイプにいいようにされちゃうんだよ。だからここはトンボ返りで正解。ハピナスボーマンダで、なんかね、だんだんレートが上がるにつれ、ドクドク羽休め、ハサミギロチンとかで粘ってくるクワガノンが多くなってきてんだよ。さあその時は、ドクドク羽休め型だったらハピナスでいけるんだよ。さあハピナスの火炎放射はクワガノンに抜群なんだけど、それを見越して、ここはハピナスだよな。ハピナスでいいよな。毒入れたいよな、まずクワガノンに。耐久型クワガノンだったらめんどくせえもんな。ここはハピナスでいきます。でね、気をつけなきゃいけないのが、火炎放射を打った時にギルガルドに交換されて、でね、弱点保険っていう持ち物持ってると、ギルガルドってね、よく持ってんだよ弱点保険っていう持ち物を。効果抜群の技を受けるとね、特攻と魔法が、じゃあ特攻も魔法だ、攻撃と魔法がグーンと上がるっていうタチの悪い持ち物持ってんだよ。で火力の低いハピナスの火炎放射でそれされちゃ困るから、ドクドクで、ここはクワガノに毒、よし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 、まずクワガノに毒を入れて、冷静になれ冷静になれよ、勝ちゃ1800だぞ、うんこじゃ絶対勝つぞ。マッシュブーン応援してる。これはね、ハピナスに毒毒はそんなに正直痛手じゃない。待てよ、ここハピナスに毒毒入れてきたってことはルカリオいねえだろ。ハピナスはね、自然回復っていう特性を持ってて、ベンチに戻ったら毒が回復する。ここ火炎放射でいいか。クワガノンに負荷かけときたよな、放射で。あ違う、ダメだこれ、ギルガルドにさ、さっき言ってたじゃん俺。ちょっとギルガルドやめて、ギル、よーし、あぶね。多分ね、ギルガルドの持ち物ね、これしかも鉄火具合に抜群入るから、抜群入るから、うわーますます10万ボルトだったな。
目先の欲に目がくらんだ。これはダメだぞ。今のはもうミスとして、ちゃんとこれが今からそのミスをなくしていこう。今の10万ボルトだったら絶対後ろ考えても。ってなると、ここはギルガルド・クワガノンが、ん、ギルガルド・クワガノン鉄火具屋だから、まあ、10万ボルトで押してってもいい。でハピナスいらねえな、もうこの相手のパーティー見ると。あんだけ削られてるクワガノンだったら毒とワイルドボルトでなんとか押し切れるよな。秘策もあるし、テッカグヤはこんだけ入ってたらワイルドボルト絶対落ちる。ギルガルドは上からワイルドボルト叩き込んでボーマンダの地震で処理できる。ってなるとハピナスいらない。あ、時間がない。ハピナスがいらないから、ここはもうちょっとテッカグヤに負荷をかけて、麻痺も考慮するとここは10万ボルト安定だと。ここ火炎放射絶対ない。ここ10万ボルトだ。頼む、麻痺して。もう麻痺してくれたら話したい。もう麻痺してくれたら話したい。麻痺して麻痺して、真っ白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 、いやーやーし、よしよしよし、もう運だ運だよ。運も味方につけていかないと、初心者の俺には2000なんか見えてこない。とりあえず何としても1800乗らなきゃいけない。でここもハピナスお役ごめんで、おそらくハピナスに後投げしてきたってことは物理タイプの鉄火具や。ここヘビーボンバーが飛んでくるから安易にカプコケコは投げれない。火炎放射だったらうちのカプコケコ3分の2ぐらいは食らうんだけど、叩かれて上からワイルドボルトで押し切れる。じゃあここハピネスの役割はもうないはず。でおそらくこの対面何度も経験してるんだけど、鉄火具のヘビーボンバーを食らって毒毒の3ターン目のダメージは絶対耐える。じゃあ落ちても OK、 落ちてもカプコケコで上から叩いていけるから、ここはギルガルド、これバックもあるのか。クワガノンに下げられても別にクワガノンに負荷かけれるから10万ボルトで、これエレキフィールドカーでの10万ボルト結構入るだろう。うー、よしよしよし。あ、でもこのターンで終わっちゃうか。このターンで終わるよな、エレキフィールド。これね、うちのハピナス落とせねえんだよ。つえ、めっちゃつえ。これ毒で落ちてくんねえかな。これもハピナス落ちてくんねえかな。めんどくせえことが発生する前に。あー、でも耐えるよな、絶対な、耐えるよな。あ、でもいいんだ、ここで耐えたのでかいわ。あ、いや違う、意味ねえわ。待て、ここは鉄火が切ってくるはず。下げる理由ねえよな。ハピナスは絶対お役ごめんだから、ここはもう10万ボルトか火炎放射なんだけど、クワガノン出てきたら火炎放射でちょっともうちょっと負荷かけたいんだよな。てかクワガノンに毒毒入ってるのマジででかい。ここは鉄火具屋を10万で落としたら多分ギリギリ落ちねえくらいだろうな。ギリギリ残るよな。麻痺させたら相当でかいぞこれ。よしよしよし、落ちろ。これでハピナスと鉄火具屋が両方一緒に落ちてくれたら、あー無理か。まあまあこれは関係ない。これでハピナスが落ちるだろ。でカプコケコを出してワイルドボルト打って鉄火具屋落として、ギルガル、あ、じゃあクワガノンが出てきて俺の秘策をぶっ放すと。その戦法でいけるか。ボーマンダを出す理由はあるか。ボーマンダ出したらダメだよな、カプコケコだよな。こうマンダ出したら、捨て身で落として捨て身で落として地震打って、あ、どっちでもいいな。いやでも安定でいこう、カプコケコで。いろいろ変ななんかじゃんけんが発生するのを可能な限り運の要素を減らしていこう。しっかりゆっくり考えたな。これはでもかなり優勢に試合を運べているはず。そんでここ鉄火具屋落としてくるよな、捨ててくるよな。翼、お前の気持ちを今拳で殴り合って今相手の気持ちが伝わってくる。ここは後ろへのことを考えてワイルドボルトで OK だよな。エレキフィールドがさ、フルに活動、ん、活用、おー、びっくりした、なんだこれ。エレキフィールドがね、フルに活用できるの相当でかい。ハピナス頑張ったの、そうやって考えると。
鉄火具屋が落ちてクワガノンが、みんなごめんね、ちょっとてか翼くんごめんな、ことゆっくり考えちゃって、勝ちたいんだよどうしても。ボマンダ帰る必要ない、ここはワイルドボルトで言うな。え、引っ込めてくんの、残す意味あるか。おい、うちのカプコケコ舐めてもらっちゃ困るぜ、俺のワイルドボルトくらえ。強っ、今一つでこれだぜ。毒も入って、いやー、もうちょっとドミンゴやめてくれよ、ドミンゴの身が本当にうざい。うわー、これ微妙な、しょうがねえ、出すしかねえだろ。後ろは、あー、ここ、そっか、俺の Z 技を鉄火具屋で受けられたらめんどくせえことなんだろ、クワガノンに。あー、なるほど、そこまで考えてるのか、翼は。いや、でも行くしかねえな、ここも。大丈夫だよな、ギルガルド出てきても吹っ飛ばせる。クワガノンもギリギリ落ちると思う。ダメだったとしても、毒で絶対落ちる。うちのカップコケ、攻撃と素早さに全然、全部ぶっ放してる。最強の状態の、ギガスパーク、アーダコール、アーダコーダー、スプラッシュアーダコーダーが出るはずだから、Z パワーアーダコーダーが。だから、ここは、ちょ、翼ごめんな、ちょっとゆっくり考えさせて。行くしかねえよな、 Z パワー発動かでの、スパーキングギガボルト行け。ちょっともう落ちて頼む、これもう落ちてくれたら話し合いない、落ちて頼む、落ちて、本当にもう勝たせてくれ、1800行かせてくれ、もういいじゃねえかよ、勝たせてくれよ、もう頑張っただろう、1800行かせて頼む、スパーキングギガボルト行け。こ、うちのね、株コケコンで火力舐めちゃいけねえぞ、今一つでも相当入るぞ、死ね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 、頼む、これ死んでくれ、落ちるよな、クワガノン落ちろ、落ちろ、よっしゃーし、よーし、これはでかいぞ、これ落ちたらでかい。あとギルガルド出てきて、絶対ギルガルド出てくるんだろ、で上からワイルドボルト一発叩いて、このね、あのね、防御、今ね防御フォルムになってて、これね、ギルガルドの説明ちょっと後でするわ。ワイルドボルトを打って、絶対半分以上絶対減る、絶対減る、これワイルドボルト選ぶ、でこれね、防御フォルムになってると防御と特防が高い。ギルガルドが攻撃を繰り出した瞬間に攻撃フォルムになって反転するんだよ。これ半分以上絶対入るよな、エレキフィールドだぞ、入るよな、よし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 、これで自信でいけるはず。おそらくシャドーボール、シャドーボール来るな、シャドーボールだろお前、シャドーボールだろ、よしよしよし、でカプコケコ落ちる、落ちるよな、そんでこっからでもまだね、揺らしちゃいけないんだよ、こっから油断すると負けるのがギルガルド。ドーマンダ、いや勝てるだろこれ、いけるよな、大丈夫だよな、いやダメだ、冷静だね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 、今今冷静だね、今マッシュブーンからの、うんこちゃん冷静に冷静に、マッシュブーンありがとう、お前のおかげで今俺は冷静さを、冷静さを今取り戻した。僕自信打ちたいんだけど、冷静になるよ、キングシールド来ます、ステミタックル絶対ない、キングシールド来て防御フォルムになったとしても自信を打って、落ちなかったとしても影打ち、先制技じゃボーマンド絶対死なない、後ろには鉄火具屋しか控えていない、ここは自信でいいよな、落ちなかったとしても、落ちなくて弱点保険だったとしても、あ違う、キングシール、あ違う、いいんだいいんだいいんだ、自信でいい、自信でいいよ、自信で、自信で OK、 これもういける、しかも、あっ、え待てよ、これ落ちなかったとし、じゃキングシールドされたとしても、されなかったとしても、これ自信に積むはずできは、よーし、これは落ちる、絶対間違いなくて、よーし、これ勝っただろう、おいこれ勝ったよな、絶対これ勝ったよな、これは勝って、せっかくマギしてるし、あんまりいない、やった、嬉しい、これは絶対勝った、これは絶対ステミがタックルでいいよな、ステミタックルで押せた、これをよし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 、これ1800来ただろう、うわ今の嬉しい、ちょっと翼ごめんな、時間使いすぎちったよ、いい勝負だったな、ありがとう、また一つ強くなれた気がする、うわ今いい、俺の中ではすごいいい、男と男のいい勝負だったな、これ1800いったんじゃねえの、自分の実力でなんとか1800、1700のカバー超えろ、来てくれ頼む
あ、そっか、対戦を続けるを選ばなきゃいけないか。これ選んで、言ってたらすぐ消すからね。ジャーッちくしょう、あと3かよ。スラさん、お前に勝って俺を1800いかしてもらいます。ガブリアス、カプコケッコ、ガラガラテッカグヤ、バルジーナ、ベトベトンと。カプコケッコはもう選出決定だけど、あとは順番だな。ウツロイドも選びたい。バルジーナ、ガラガラ、まあ、カプコケッコは先頭でいこう。テッカグヤ考慮してカプコケッコ先頭、ガブリアス、カプコケッコ、ガラガラ、バルジーナに強く出れるウツロイド、あと内漏らしのな、テッカグヤにも10万ボルト覚えてるから、2番手はウツロイドでいいでしょう。そして3番手ハッサム、ボマンダ、マッシブン、ハピナスの中から選ぶとしたら、まあハピナスは今回絶対必要ない。ハッサム、ハッサムもちょっと選びにくい。早えな敵すら、なかなかやり手な。ボーマンダ、マッシブン、またボーマンダ、マッシブンか。冷静になるよ。ガブリアスの強く出るのはマッシブーン。挑発を持っているからバルジーナでも。これマッシブーンだな。やっぱりお前と一緒に俺は1800を超えたい。マッシブーン信じていいんだな。マッシブーン、お前のこといけるな。マッシブーンにします。よし、いくぞ。1800チャレンジ、いざ尋常に勝負。スラさん、いい試合しましょう。マッシブーン、ウツロイド、カプコケコ。敵の戦法をじゃあ読みましょう。誰だろうな。俺カプコケコ来ると思うんだよな。カプコケコ来たらトンボ返りでベトベトンか。オッケー、これはね、これはね、いいんだよ。相手はおそらく毒好き打ちたくなるの、この対面。まさかね、物理のカプコケコはそんなに警戒してないと思うんだよな。物理電気 Z カップコケコってあんま見ねえから、ここはスパーキングギガボルトだっけ、打ちたいんだよな。いやベトベト、意外とこいつね防御力少ないんだよ。魔法防御に振る傾向にあると思う。ベトベト意外とね防御に振ってないことが多い。カップコケコの電気 Z 絶対一撃で落とせるはず、落とせると信じたい。エレキフィールド下での電気 Z 浮かんねえだろう。で裏考えても全員、あ、ま、ガブリアス来たらめんどくせえな。いや、ここは勝負かけよう。メリットとデメリットをてん、よし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 、メリットとデメリットを天秤にかけた場合、こう打った方が絶対メリットがでかい。ガブリアスに降下されたとしてもマッシュブーンで受け入れる。これマッシュブーンのなんていうのかな、信頼のある、マッシュブーンに対して信頼がこの先制攻撃を可能にしたな。あと落ちてくれ、誰も落ちてくれ、落ちてくれ、変な振り方してんじゃねえ。お前はもういいんだよ。お前は魔法防御に特化しろ。ベトベト落とせ。いやーこれはでかいぞ。このベトベトを落としたら相当でかい。ガラガラだろ、レジナル。でここはガラガラスパイス遅いから殴って、まあでも地震で一発で落ちちゃうんだよな。持ち物はバレてるし、ここはワイルドボルトで一発削っといて。まあでも敵の3匹目がわからねえ。テッカガヤかバルジーナだな、これ。テッカガヤ、バルジーナほぼ決定。地震に強いからテッカガヤ浮いてるし、バルジーナ取り出しってなると、カプコケコは絶対取っとかなきゃいけない。トンボ返りで上からトンボ返りしてフレアドライブと、おそらく、あ、フレアドライブ打ってこねえな。骨コンボか。マッシブーンに対してフレアドライブ打ってくるから、その反動プラスこだわりスカーフのウツロイドのパワージェムで削っていこう。そういう戦法で、で内漏らしをカプコケコのワイルドボルトで削っていく。おそらく、あー鬼火か。いや、この鬼火は別に全然痛くない。マッシブーンはとにかく、待てよ、マッシブーンはガラガラの HP をパワージェム、万が一があるんだ。たまにパワージェム耐えてくるガラガラいるんだよ。ここはとにかくガラガラを削っておけば、後ろ考えても怖いものはないはず。バルジーナだったらスカーフウツロイドのパワージェムで上から叩いていくから間に合わないだろう。
羽休めとかしてくんのね、防御力と魔法防御力高いから。で粘りたいんだけど毒毒も効かないし挑発も効かないから、スカーフで上からパワージム叩いていけるから、ここは待てよ、いいんだよな。自信打つ気持ちで決まってるけど、最終確認をした後に自信を選ぶと。あ、引っ込めてくるんだ。あ、なるほどなるほど。これはこれは皆さんもう勝ちました。この時点で俺の勝ちが決定した。で、おそらくバルジーナ挑発打ってくるんだよ。ここはイカ様は絶対打ってこない。1ターン目は挑発もしくは毒毒くるから、こっちも挑発でいい。打てなかったとしてもこの動きでいいはず。バルジーナはウツロイドに何もできない。で、ウツロイドでバルジーナ上から2発叩いてガラガラに変えてきたとしても効果抜群で2発入るから、どっちにしろもうこの時点でウツロイドの、あ、そうそうそうだな、ウツロイドのパワージェムのを受けきれないはず。敵はこれしめしめと思ってるから、え、待って、合ってるよな、大丈夫だよな。これだからおそらくイカ様来る。やけど入ってるけどイカ様以外でマシブ落とせないから、って考えるとマシブに毒毒入ってないのでかいよな。ここウツロイドに交換で、で大丈夫だよな。あ、まあ最悪打ち漏らしが万が一想定外の、俺の今の頭脳じゃ無理だった場合に、想定外のケースが起きた場合にはカプコケコで上から叩けるから、ウツロイドに交換で OK だよな。で、おそらくここイカ様飛んでくる。ウツロイド全然攻撃力高くないから入らない。上からパワージェフで叩く。で、これで敵も何もできないんじゃないの。バルジーニャには岩と、あの魔法の岩魔法抜群で入るし、ガラガラにも岩魔法抜群で入って、素早さこっちが絶対勝ってるから両者に。これもパワージェム以外に選択肢はないんだけど、万が一あるからな。俺の今の脳みのフルに使えよパワージェムで。これ勝っただろ、やーし決まったな。これはまあ選出が運が良かったね。運が良かった。実力以上の結果が今出た気がするわ。これいっただろ、さすがに3は絶対上がるはず。3は絶対上がる。みんなこれ1800超えてたらあれだからね、対戦相手が見つかる前に切るからね。ちゃんと見ててな、ちゃんと行くよ。よーし壁を越えた、切ります。ということで皆さんご視聴ありがとうございました。嬉しい。